どうも皆さんおはこんばんにちは、オットジャです。アリジャです。オツイチでございます。ゆやみどり探検隊続きはプレイしていきたいと思います。はい、殺人ピエロと螺旋様の噂が追加されおりました。はい、はあ、じゃあいきますか。はい、で螺旋様の噂を検証しに行きたいんですが、はい、サンゴとナオどっちでもいいです。どっちか選んでください。まあちょっと信じてないサンゴをね連れて行ってみたいですよね。乗り気じゃなかったしね。じゃあナオの家から行った方がいいかな。ね、中学校だよね。校門前通りに行ってください。おいさあ、サンゴ。サンゴですね。まあ今昼飯お散歩マップあのソフトについてきたやつを見ながらやってる。結構その校門前通りとか帰ってないので、帰ってないんですよね。まあ中学校の道に行けばいいんだなみたいな感じなんだけど、うん、なかなか。なかなかもう俺大体今ひるみ市のこう構造が分かりつつあるよ。このなかなか通りの数多いけどね。うん、タジパン、よし、これ攻略本なしでクリアしなくちゃいけないとしたら1年ぐらいは余裕でかかるよ。1年かかるね、ずっとこのゲームみたいな。はい、中に入ります。螺旋様ね、一応試す。ふざけんな。まあなんていうかやるだけやっとこうか。ほう、窓際で、お、あれ、おっと、おっと、どこ行ったんだろうあの二人。おっと、お、お、戻ってったよね。戻ってったね。あれ、ああ、まあまあまあ、もうメロス。ひょっとしてあいつらまだ来ない。ああ、まあもう一度帰るって。ナオにはめられた。かまされてんじゃねえか。まあどうせあいつに信じねえからね。ねえ、後ろだけやっちゃおうぜみたいな。お、あ、へえ、そういうこと。二人きりでラーセン様かよ。なおにして大胆なことしちゃった。結局二人でラーセン様したんだ。お、教室の前で何やってんだよ。山崎匠。そう、俺だよ、ザキヤマ。こんな時間に何してんだお前。お前こそ。それはこっちのセリフだよ。委員会が長引いたな。小テストの予習片付けようと思ってたのに。今から教室で勉強だってのか。そうだよ、家よりも教室の方が集中できるんだ、この野郎。そこどけよ。あのさ、図書室でやんな。静かでいいよ。図書室はもう鍵かかってるよ。鍵ぐらい壊せ。とにかくそこをどけよ。ああ、邪魔させないようにしてるのかね。あのさ大きなお世話かもしれんが、今日くらい休んどり。勉強のついでガラオシしちゃうよ。中学で死にたくないだろ。何言ってんだよ。いや、ほんと偉い。お前は偉い。委員会も勉強もやっている。それに比べて西高いうちなんて自宅部だし、委員会もないし、世の中舐めてる。わけわかんないこと言ってないで。弁護弁護、お願い、あたしの言うことを聞けって。そんなんで納得いくかよ。ちゃんと説明しろよ。お願い、今日はGo home。かっこいい。おい、ザキヤマ、何言ってんだこいつ。付き合ったらあんねえや。じゃあな。ははは。お、もういた、もういた。くそ、なおの野郎。この靴に汚忘れんぞ。あ、こら、私服で何やってんだ。最後のタイミングで最後のやつが来たな、これ。誰が最悪だ、ブス。貴様、エドチミ。キシシ。どんな笑い方なんだよ、そのお気持ち悪い笑い方。キシシ。お前なんか隠してたな。隠してたら何なんだい。俺にはそれを見る権利があった。ねえ、何言ってんだ、帰れ、バカチビ。いいのかな、私服で学校をろついているのが。亀井にバレても。別にすぐ帰るし。お前の方こそ何やってるんだよ。校内の見回りだよ。する必要あんのかい。今日は俺たち野球部が最後だったからな。お前に見回りやらせるなんて野球もどうかしてるない。なんとでも言えよ。だけどバラされたくなかったら。わかった、じゃあ取引だ。おお、いいね。私のことを秘密にしておいてくれたら。
あのことも黙っててやろう。なんだよあのことって。西くんのなんかこう信用が伝わってきてるみたいな。白を切っても無駄だ。私見たんだから。そんなことではわしはごまかされんの。あ、そうじゃ言う。めっちゃドクドクしてる。エラホンコーナーに買いに行ったこと、玉川の配線に潜ったこと、ゲーセンのウームキャッチャー壊したこと、再開発して計画に怒られたこと、まだまだあるけど。なんでお前が知ってるんだ。ボケつほったな。悪事は伝わるものなんだよ。さっさとゴー。覚えてろ。うわー、おっせー。手任せで言ったけど、本当にあいつそのことやってたのかよ。ウーマキャッチャーは知らなかった。最大級の嫌な予感がするぜ。30K だ。いや、平内さんは、平内さんではないですか。し、声でかい。いやいやいや、そんなとこで何やってんの。何か知ってるように見えるかい。ああ、見えますわ。口吸ってるだけさ。とっても。あ、そう、それは大きな勘違いだよ。私は趣味だ。どんな趣味かしら。夕方の学校廊下を題材にした詩を書く。ほう、面白いわね。というわけで人がいるとコンセントレーションが乱れちゃうわけよ。ごめんごめんご。じゃあすぐに帰るからカバン取りに行かして。What? ダメ。なんでかしら。それじゃあ帰れないのだよ。友達だと思ってるから言うの。ここは素直に立ち去って。またまた悪いお冗談。世の中にはね、見ないでよかったって思えるものがあるんだよ。スプラッタービデオのこと言ってるの。お願い。そう言われてもな。カバンないと宿題できないし、宿題やってないと怒られるし、私も弾けないのだよ。あ、もう抑えられないよ。無理して一人で抑えなくてもいいんだってば。もう知らない、忠告したぞ。うん、ありがとう。お、入っちゃう。あっ、あし、声を立てるな。だからみんなって言っただろう。あー、抑えたまる。ねえ、平内さん、村瀬直樹ってあんな大胆なやつだったっけ。特定の条件が揃うと果てしなくずうずしくなる。それが男って生き物だ。見たか、優等生の裏の顔。うん。なんだこの二人。ちょっと椎名さんもさ、ガードなさすぎだよね。だから私は監視してるんだけど、超仲良さそう。それ錯覚だ。椎名は誰とでもあんだんだ。開ける。なんでだよ。なんでどうなってんだよ。ダメに決まってるだろう。なんで止めるの。なんでも止めるわい。悔しくないの。何が悔しいんだ。悔しいってどういう意味だ。行かなきゃ。とにかく開ける。ダメ。開ける。ダメ。は、開ける。あ、出てくる。は。はじゃねえ。危ない。隠れて。ほら、私、平内さんが村瀬たちと散歩に行く理由、ちょっと分かったかも。分かってくれたか。どうしよう。平内さんも大変なのだね。ま、お互いにな。どういうこと。うん。何なの、この茶番。いや、この3号で面白かったですね。あ、3号面白いね。まあ、でもね、分かんない。これ俺だとなおだったらこう中の現状が分かるわけですよね。まあまあまあ、これはこれで面白かった。これはすごい面白かった。学校の中に入った瞬間に行方をくらますとはね。ふわーっつってなんだか食欲ないや。俺ナーバスになっておりますから、ね、なお椎名、あたしこれってトライゴー
二等辺三角形なのかもしれない。二等辺三角形になってます。冗談もやめろよな。おトイレ組んだじゃないし。マジ音じゃん。理由が分からん。ナオト、シナか。あーやめた、やめた。メロスの散歩なんてもうやめた。あれ、すんじゃん。あら。お、霊障が、霊障が、霊障が、あ、やばい、霊障が、霊障が、スランプだ、少しで言う。霊障ではない、霊障ではないのか。ふざけんなよ。ノーっつって。お前、姉ちゃんとできてたんだよ。最低だな。マジか。最低だな、お前。そっちか。あ、お。そんな目の下腹して顔じゃ犬でも引くっつんだよ。姉ちゃん泣きすぎじゃね。また泣きすぎなんだよね、いつもね。あんたのこと鏡見たら、そのまま埋葬できた顔してるから。埋葬できそうな顔ってどんな顔。埋葬できそう顔してそう。ちゃんと陰踏んでるから。 I'm sorry, Mr. Tomoki。ちょっと私、まあ寝そうにないんです。あなたに期待してもらってたのに。ああ、あれか。泣き出てきたのサンゴちゃんだけじゃないよ。まあ大丈夫だから安心して。優しいですね。うん。でも電話切ったしね。ああ、ダメかあいつも。今日は徹夜だ。徹夜なって言いながらテレビめっちゃついていてる。マユ、一体何時まで起きてるつもり。マユじゃねえっつってたろ、サゴだ俺は。この家、私の手知識が済んでないぜ。長いですね、今回。長いですね。なかなか長い。今度こそ霊障が。霊障が。徹夜は誰かこの場所から私を連れ出して。まあ、サンゴもサンゴで悩みを抱えてるってことか。ああ、抱えてますね、これは。思春期というやつです。あっ。はっ。今かよ。そういうことだったのか。え？なんか来た。あ、やばいやばい。え、やばくない？揺れてる。いや、あの、現実じゃなくてね。地震？地震、大きい。おお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 お何何？時計があって超怖い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 。え？電話。おおお。電話だ。お？Who are you？ あ、電話鳴ってた。泣いてる。泣いてる。怖っ。え？え？何の 3D パノラマだったの？いやまあ廊下に出たんだろうね。いつもほらサンゴは座って電話してた。あんた誰？まただよ。雨の音？いや、ガチャーンって閉めただけ。きっと疲れてるんだ、あたし。やばい、サンゴに来たね、ついに。サンゴの顔が怖いことになってる。やめなさい。顔が怖いって言うんじゃない。うわー、やべー。やべー、電話来たわ。ハイパー地震起きたぜ。
サンゴに霊障がっつり来ましたよ。ついに来ましたね、サンゴにも。とうとうですよ。やばいですな、こりゃ。自信を起こすぐらいのパワーを持ってんだね、やつら。21なんだね。あんだけ触れたらみんな起きるもんね、だって。21の今日が金曜日ってことになるのかな、これ。サンゴだね。サンゴ。21って言って日にちじゃないかな、あと20。ああ、大丈夫、大丈夫。うん、サンゴ初めてかな？サンゴ初めてだね。スタート？イエス。お、あ、じゃあまあ左に行って。私はマントを羽織っていく。寒すぎかよ。泳げないからね。金槌なのかな。で、盗み聞きをしてください、いつも通り。何星人かみたいな感じ。ああもうちょいだって、あの…え？あ、おう、おう。ねえ、ヨーリー、背後霊描いちゃう似顔絵描きの人って本物？いや、そういうのあの人でしょ、間違いないよ。私も感じるもん。じゃあ私も描いてもらっちゃおうかな。マジで？私を守ってくれてる守護霊様の絵、これ多分そうだ。うん、ねえねえ、じゃあヨーリーもさ、その人に月読み様の絵描いてもらったら？そんなのダメダメ。月読み様は絶対人前に出しちゃいけないの。どうして？顔に傷があるから。昔ね、月読み様はその美しさを妬まれて顔に一つずし、切り傷を、切り跡を入れられたの。かわいそう、かわうそ。で、いいんじゃないですか。はい、黒くなった、急に、ね、黒くなった、急に焼けす。あの人でいいよね。ここなんかユリアみたいになってる。同じ世界の少女漫画があるって知ってた。小学校低学年向けの。お、戻った、戻った。話す瞬間だけ、ね、おう、おまたユリアになった。あ、戻った。あ、もうこれ以上話しかけられないっす。あ、じゃあ、そのままですね、プールサイドに出ましょう。このモーションだけすげえと思う。なんかドアだけすげえやたらぬめっと、ぬめっと動くじゃん。やたら枚数が多いじゃんね。で、三条がいるはずだ。三条がケイナ、ケイナいた。ザーン。お、あ、平内さん、今日も最高のプール日和だね。毎日楽しそうでいいね。ああ、楽しいわ。楽しいよ、夏休みなんだもん。楽しまなきゃね。ああ、そうね。なんだかな、元気ないぞ。じゃあ面白い話教えちゃおう。マジで？野草園の似顔絵描き知ってる？野草園、あのアーティストだぜって感じのさ。まさか背後霊描く人とか言わないよね。なんだ、知ってるの。その通りです。聞いただけ。このプールに住む暗黒面の集団がその絵描きの話におひれと背びれ、足と角をつけてたのよ。わかんないけど面白かったのは事実だよ。暗黒面、普通のお前絵って言うんじゃなくて、元気な子は赤とかで描かれてて、疲れてる子は青っぽかったりして、まあ私なんか浮かれムードで言ったらもう赤とオレンジ色の似顔絵が出来上がってきてさ、すごい面白いの。その辺のおばちゃんみたいな、なんか雰囲気とかもかっこよくてさ、もういや後輩でファンになっちゃった子もいるくらいよ。おばちゃんや。どっちにしてもミーハーな話、ミーハーなのが面白いんだって。もう平内さんも一発書いてもらっちゃうよ。なんだよこれ。はあ。ミーハー、似顔絵描きの噂を手に入れた。ミーハー。ところで平内さん、言われちゃダメ。今度私も犬の散歩連れてってね。ミーハー。考えておく。その後お茶会しましょう。誰だよお茶会って。はーい、ミーハーゲットだぜ。いや、プールの底に沈んでろよ。待て、違う。
いやいやいや、何の関係が何の関係が。いやよし、2つゲットしました。2つっていうか、まあ、螺旋様の噂を。螺旋様は結局ストトントントン NM と KS ができてるって説知ってるかい。What is that? さあね、イニシャル D じゃないの、名を知ってる。ああ、ドラ、ドリフト、うん、そういえばこの間私結構一人で走ってたんだけど。え、そうだったの。僕たちもサンゴ探して走ってたんだよ。けどいないみたいだし、ドライブじゃない、トイレに寄ったらセガ君に会っちゃってさ、3人で玉川散歩して帰ったんだ。ああ、じゃあ玉川にいたのやっぱりナオたちだったんだ。なんだ、サンゴもいたの、声かけてくればよかったのに。ちっとも気づかなかったよ。ほー、そうだったんだ。いやそうだそうだ。それで二人っきりの教室で、螺旋様に何のお願いしたのねえ、ネム君。螺旋様の噂を解決したゴリ星。いや、女だね。まあ、なおもなおだね。バレてないと思って嘘ついたら、まんまと。まあ、まんまとバレてました。ダメじゃないか、もう。もう、またこの BGM。アイグレを描く絵描きだって、バッカじゃないの。それで三条はなんて。別に面白くて言うだってさ、あの人も変な人だよね。なんで毎日あんなにテンション高いんだろうね。サンゴがやる気なさすぎるんだよ。誰がやる気ないわ。私の人生は疲れることが多いんだよ。とにかくさ、せっかく夏休みなんだし、この前も廊下の前で大変なことになってよ。行ってみようよ、野菜。もうすぐ夕方だっつーの。さあ場所は寮の跡が残ってんだ。そうだね。残像が。うん。野草園って変な人多いよね。そうかな。だって昼間から働きもせずにジャグラーしてたり、うるそうもない変なもの売ってたりさ。ああ。まあそうだね。トカゲの手もそうだったな。そう考えるとハイゴレを描く似顔絵描きなんて特別スペシャルな人でもないわけじゃん。It's special、まあね、さあちっとスペシャル。そんなスペシャルな日に玉木浩二なおで殺人ピエロ。俺なのかよ。そう、じゃあ病院行けばいいの。そうですね、なおだぜ。いやまあまた気になる噂が増えましたね。似顔絵はね、はい、ちょっと面白いかも。本当、うん、殺人ピエロは、殺人ピエロはね、怖いかも。怖いよ。いやまあ怖いだろ、だって、うん、あんななんか、あ、病院跡の下降りてったらピエロのオルゴールみたいなのが置いてあるって。多分あれですよ、こうまた行ったら今度こう帰りはやっぱ何もなかったねって言ったら、こうトラック置いてあったところに突然こうピエロの顔が出てきて、エンジンがかかって追っかけられる。どんなんだよ。デッドコースターだろそれ。ファイナルデッドコースターみたいになってる。さて、最近ホラー映画見てないから見たいんですよね。ホラー映画ね、この間言ってたシャッターを見ればいいんじゃないか。そうですね、あの元々はタイの心霊写真か。心霊写真、大きな恵みが出てたよ、確か。マジで、うん、リメイクは日本なんだね。リメイクは日本っていうか、ハリウッドでやったんだけど、なぜかに日本人幽霊役で大きな恵みが抜擢されたみたいな。あ、そういうこと、ね、なぜかって、何かのパワーが働いた。パワーが働いたんだろうね。働いたんだよ。線路脇の病院ってここだよね。行ってみる。 Go Here we go。 で、上に行って、なぜか一番上に行くんだな。なぜか一番上にもういる。いや、いいけどさ、ショートカットされてる楽だからいいけどね。どうだい。ほう、医者いる。何病院なんだっけこれ。あ、病院いる。話しかける。うん、すいません、なんだね、この辺りで、この辺りピエロみたいな人、見かけませんでしたか。何のことだかわからんよ。ともかくここで散歩は困る。病院の敷地内だからね。すいません、すぐ帰ります。はぁ、あ、大丈夫ですって。あれ、何もない。何もないっすね。すいません、なんだね。
この辺りでピエロみたいな人を見かけませんでしたか。なんでなまってんのよお前。何のことだかわからんよ。ともかくここで散歩は困る。病院の敷地内だからね。すみませんね。すまないね。右行ってみ。もうちょっと他に先生とかいねえのかな。あ、いねえな。あれ結局またここに散歩しに来た。やべえぞ。やばいぞ。それやべえんじゃねえのか。これやばいな。いや、てかメロさんを話した方がいいんじゃないのこれ。うそ。散歩は困るよっていうか。ああ、そうか。散歩は困るよって言われちゃうってことはメロさんがいない方がいいんじゃない。散歩じゃないよ。そうなのか、うん、ちょっとじゃあメロさんどこに縛れるかな。はい、どっか縛れるところに。メロさんどっかにちょっと心配だからもう一回しとく。の方がいいかもね。相談したっていうか、まあ、まあ話は聞いたもんな。どうするの。どうするってどういう意味だよ。決まってるじゃんか。証拠をつかんで警察に突き出しちゃう。あれ、この話してないな。これが噂の通り魔、殺人ペアロですってね。でも誰か殺されたっけ。知らない。誰か。でも証拠も何もないだろ。だからこそその証拠があの地下にあるんだってば。待ってよサンゴ、むちゃくちゃだよ。地下、ベースメント、犯罪だって本当の人が折れた。せっさい僕らが地下室に行った時どうして入ってこなかったんだ。証拠の場所に侵入者がいるのに足踏みなんておかしいよ。あのまま僕らを閉じ込めたってよかったんだ。でもあの人はそれをしなかった。何が言いたいんだ。なお分かんないよ。けど分かんないのか。サンゴはなんか根本的に間違ってると思う。この野郎。じゃあ村瀬警部はどうする。聞くよ、聞いてみるよ、あの先生に。ああ、村瀬警部、これでね。うっそ、勇気ある。私殺されそうになってもたせないからね。最悪だこれだね。ああ、点滅しなかったな。あ、でもう一回なんか急に点滅しようじゃない。村瀬ゴー、村瀬ゴー。時間大丈夫か。私だったらおとなしく警察に通報するね。殺人鬼なんているわけない。僕が証明するよ、あの人が普通の人だってことを。よし、急いで証明しに行くんだ。多分ね、ここでしょ。でもこれだけで大丈夫でしょ。多分だ。多分行けばもうフラグが立ったはず。多分今ロードマークがついてるから。よっしゃ、急げ。この時にワープが助かりますね。うん、ここを登るようだったら確実に危なかったな。よし。でも一回もう聞いてるから今日のフラグが立たないとかね。可能性ある。可能性はある。あってしまう。ちょっと待ったな。 お来た。ちょっと待ってなお。最悪の場合を考えて死ぬを隠しておこう。あいよ。というわけで私たち待ってるからね。あ、待って、行ってらっしゃい。俺だけ。おい、お前ら本当に死ぬなよ。メロさん、メロさん、リードを空中に浮いてる。やべえ。死ぬなよ。頑張れよ。やばいぞ。メロス無言でこう主人の元を離れてったな。だ。フランケンシュタインみたいな顔してる。すみません。この間のことで聞きたいことが。はぁ、君もか。起きた。実は私も話したいことがある。来てくれ。お。お、逃げ出す。わかりました。私について来てくれ。おあおっちゃいっちゃ。お、ワープどこ行くんだ。さっき、この間のとこじゃない奥の。いや、怖いな。あ、怖いよ。奥の。この中に入ってくれ。なに、心配はいらない。絶対やばいだろ。やば。まあ、入るんだけどね。わかりました。大丈夫これ。大丈夫。大丈夫ではないだろうね。おー、やばい。もしかして、閉じ込められた。なんもない。やばい、焦ってる。先生いねえし。うん、おおびっくりした。どうして僕にこんなことを。怖がらせてすまないね。
大人になりたいと思うが自分を抑えられない。え？自分を抑えられない。どうしても君に分かってほしかったんだ。え？何？あの少女と一緒だった君に。何？何？あの少女って椎名さんのことですか？椎名さんに何か関係があるんですか？殺してしまった。え？え？私が殺したんだ。どういうこと？何のことですか？よくわかりません。落ち着いて。13年も前のことだ。よー、怖っ。その少女はいつも手にピエロを抱えていた。それは壊れたオルゴール、奏でるのは狂った旋律だけだった。土地に少女はそれに合わせ外れたメロディーを口ずさんだ。私はどうしてもそれに恐怖するのを抑えられなかった。聞くと自然に震えてしまうんだ。そしてまだ未熟だった私は臭いものに蓋をするように少女をこの地下房に閉じ込めた。それしかできなかったんだ。彼女のドス黒い狂気は周りに伝染を始めていたんだ。しかしね、彼女は自力で脱走したんだよ。おこの建物の後ろに広がる森の中へと消えたんだ。6日目の早朝、彼女は死体で見つかった。信じられるかね、森の奥の古井戸の底、薄らわみを浮かべ餓死していたんだ。その目をカッと見開いて。で、これおお、憎しみ、そして嘲笑。あらゆる人の目ではなかった。全てを憎みながらかつ飲み込もうとでもするような、あのかきむしりたくなるような濁った瞳。この13年忘れようとしてきた。忘れられるつもりだった。しかし君と一緒に現れたあの少女が、うり二つか、本当にそっくりなんだよ。瞳こそ違うが、あの顔、あの物腰、そして声、この曲はまさか。おお、びっくりした。おお、椎名の声か。え、こんな声してんだ。メロさん、その体勢きつくないの？早く行こうよ。そうか、やはりそうか、君は呪いを信じるかね。違いますよ、椎名さんは。私は信じるよ、来たんだよ、君が連れてきたんだ、出てきたんだ、地下の暗闇から。何を言ってるんですか。私は信じるよ、来たんだよ、君が連れてきたんだ。いいだろう、今がその時だというなら私の手を引き連れて行け、お前のその暗闇の中へ。え？もうないの？え、終わり？終わり？あ、もうないんだね。もうないんだね。じゃあもう帰っちゃっていいんじゃないですか。ほっといて。へぇ、椎名の声だ。怖い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 、椎名怖い。なんで椎名も知ってんだよ、それ。へぇ、なんか関係あるんですね。あるんじゃない？13年前。やっぱりあのトラックに乗ってやってくるんじゃないですか。おお、来た。私途中からしか聞いてなかったけど、でもこれで信頼に対するあの医者の態度にも説明がついたってことかな。昔に死んだ椎名さんに似た女の子。まあいや、深く考えるのはやめた。とりあえず今日は帰ろう。かっちゃうんだ。うん、うん、で、はい、終わりでした。いやー、まあでも事故とはいえひどいことをしてしまったわけだ、はい、あの医者は。その念がね、うん、狂気が伝染し始めていたらしいからね。やばいね。何なんだろうね、その前の子が何なのかっていう。ちょ、なんかもう、ね、ま、やばそうだよね、うん、そっちの方が、うん、そろそろ塾の時間よ、遅れないで。塾行くんだろ。もちろん。もちろん。よし。よし、塾行くぞ。行くんだ。あー、塾。あー、塾だ。あー、どうも。先輩チーズ。全然塾じゃねえよ。先輩チーズ。あの、コンボ表ちょっと見させて。どっちの塾じゃねえよ。フレームがちょっと、あ、サンフレちょっと水、あー。おー、っていうか、最近毎日じゃねえか、お前。この塾しか行ってねえだろ。あー、疲れた、塾疲れた、おやすみ。最低だわ。
ゲーセンなんか行ったらもう昔なんか一発でバレるよね、タバコ臭くなって。だいたい先生来てっからね、見回りね、うんうん、はい、もうでも塾でしょ、うん、言ってないことがバレるの普通、うん、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回ね、この続きからやっていきたいと思うので、よかったら見に来てください。ほんじゃまたな。またな。またねー。